そうですけど。あらあら、おばさんびっくり。ブレイサーさんっていうお名前、最近は多いのかしらね。ん？あら、それともご兄弟なのかしら。そうそう、そうよね。同じお名前なら普通はご家族よね。兄弟みたいなものだけど。エステル、もしかしてこの人はブレイサーのことを知らないのかも。どうもブレイサーって言葉を人の名前と勘違いしてるみたいだよ。嘘でしょ。もう何二人でこそこそおしゃべりしてるの。面倒だから、ここは話を合わせよう。了解。それで何かお困りの様子ですけど。あら、僕ったら可愛いお顔して意外と察しがいいんだから。男の子はやっぱり気配りよね。おばさん本当に困ってる？ああ、そうそうそうなのよ。実はとても困っているのよ。うちのアリルちゃんが帰ってこなくなっちゃったのよ。うっかりカフェで居眠りしてたらいなくなっちゃったのよね。アリルちゃんって子猫ちゃんなのよ。かわいいんだから。でもでも、お顔だけじゃなく性格もいいのよ。その子猫の毛色は何色ですか？そうね、秋の夕日に照らされた小麦畑みたいな色かも。小麦色ってことかな。多分お外を走り回ってると思うから、もし見つけたらよろしくね。わかりました。まずは屋外を探してみます。では見つけたらまた報告に来ますから。おばさんはここで待ってるわ。よろしくね、ブレイサーさん。おばさん、アリルちゃん。
おばさんはアリルちゃんのことよろし。よっしゃ、今の猫。あのおばさんが探してた猫みたいだね。間違いないわ。早く追いかけなきゃ。パゼル農園でもそうだったけど、なんだか最近追いかけてばかりだね。あ、あの猫。エステル、ちょっと待って。あの子はもしかして。教会の方に行ったわね。とにかく今は追いかけないと。やれやれ。ふん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 。もう逃げられないわよ。おとなしく捕まりなさい。いい子だからおとなしく捕まってよね。そのままじっとしててよ。エステル、追い詰めすぎちゃダメだよ。テラスから飛び降りたらどうするつもり？わかってるけど、どうにもできないんだもん。ほら、アリル、こっちだよ。ごめんね、怖がらせちゃって。ほら、おいで。おばさんのところに帰ろう。よしよし、いい子だね、アリル。さあ行こう、おばさんが待ってるよ。というわけなんです。多分アリルはおばさんのところに帰る途中だったんだと思います。いつも
このカフェの方に向かって歩いてましたから。あ、確かに言われてみれば。もしかすると僕たちのせいで逆に帰りが遅くなってしまったかも。そんなことないわ。無事に連れてきてくれたんですもの。本当に感謝しているわ。特にそっちのブレイサー君にはおばさんもメロメロよ。ありがとうございます。お、焦ってる焦ってる。おばさん本気になっちゃうぞ。すみませんけど、そろそろギルドに報告に行かないと。失礼します。それじゃ毎度。またね。そうそう、この前リノンさんのお母さんがお見合いの話を持ってきたのよね。なんでも町中の女性に尋ねて回ってるみたいよ。悪いけど私はまだまだ結婚は考えていないわ。本当に素敵な人が現れれば考えも変わるかもしれないけどね。これで依頼達成ね。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。Thank you.
の番だね。アーツ駆動。戦闘終了、先に進もう。僕の番だね。直さないと。それ。負けてたまるもんですか。アーツ駆動。行くよ。
ーツ駆動。まだいける。直さないと。うん、もう大丈夫だ。
これで依頼達成だね。お疲れ様。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。番だね。僕の番だね。行くよ。私の番ね。
行くよ。戦闘終了、先に進もう。僕の番だね。捕らえた。任せて。はあ。はっ。行くよ。遅い。戦闘終了、先に進もう。僕の番だね。僕の番だね。遅い。私の番ね。はあ。やっ。僕の番だね。行くよ。遅い。私の番ね。はあ。行くよ。ね、こ
していくわよ。行くよ。僕の番だね。行くよ。
アーツ駆動。任せて。僕の番だね。アーツ駆動。私の番ね。アーツ駆動。はっ。やっ。任せて。行くよ。捕らえた。私の番ね。はー、この調子で行くわよ。僕の番だね。
くよ。僕の番だね。おやエステル、今日はまたいつにも増して楽しそうですね。はい、どうぞ教区長さん。これはベアーズクロウと魔獣の羽です。薬の材料に使ってください。ギルドにご依頼になっていたでしょ。おお、確かに依頼しましたが、まさかあなたたちが集めてくれるとは。エステル、ヨシュア、怪我はありませんでしたか？うん、全然平気じゃなくて平気でした。その調子では少し不安ですね。そんなことないですってば。前にも話したことがあるはずですよ。物事がうまくいくことは確かに喜ばしい。しかしそういう時ほど一層気を引き締めるべきなのです。はーい、以後気をつけます。まだ時間にも余裕がありますね。せっかくの機会ですから特別講義を。ごめんなさい教区長さん、私たちそろそろ行かなくちゃねえ。ヨシア、まだ仕事が残ってるんだよね。まったく、すみません教区長さん、もう遊撃士協会に行かないと。おや、それは残念。しかし仕事では仕方ありませんね。エステル、ヨシュア、ご苦労でした。本当にありがとう。二人の行く空の下、常にエイドスの導きがあらんことを。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成し、そうそう、何でも悪いけど。Thank you.
ステルさんとヨシオさん、もしかして遊びに来てくださったんですか？よろしければ紅茶でもお出ししましょうか。まあ、もしか…雑誌社の記者さんってここに泊まってるって本当？おや、よくご存知ですね。何かご用件でも？実はギルドの仕事で取材に協力することになったんです。おお、それはそれは。ですが今はお二人ともお出かけになっていますよ。そうなんだ。どこに行ったか知ってる？記者の方は酒場に行ってくるとおっしゃっておりましたね。そちらを訪ねてみてはいかがです？酒場ね。ありがとう。失礼しました。なんだお前さんたちは。あなたひょっとしてリベール通信の記者さん？その通りだが、なんで知ってやがるんだ。俺は人を取材するのは好きだが、人から詮索されるのは嫌いでね。どういう用件だ一体？遊撃士協会から来ました。護衛の依頼をされたそうですね。おお、ようやく来たか。ほんと待ちくたびれちまったぜ。でそれでカシウス・ブライトはどこだよ？それなんだけど、本に別の仕事が入っちゃったの。それでロレントを離れちゃって。ね、なんだと？せっかくだから噂の遊撃士に取材してやろうと思ったのに。チッキッシュ、当てが外れちまったじゃねえか。よくわからないけど、まあそんなに悲観しないでよ。私たちがしっかりと代わりを務めさせてもらうから。ね、仕方ねえな。今回はそれで手を打つか。今なんと言った？そんなに悲観しないでよ。そうじゃねえ、代わりに務めさせてもらうだ。どういうことだそりゃ。だから私たちが代理のブレイサーなんだけど。あ、これ紹介状ね。おいおい、冗談きついぜ。お前らみたいなガキどもがブレイサーだって言うのかよ。ガキですって？乙女に向かってなんて言い草よ。何が乙女だ、色気のねえ格好しやがって。悔しかったらスカートでも履いて年頃の娘らしくしてみやがれ。これは傍術用の服装なの。スカートだと見えちゃうでしょ。まったく失礼なおじさんね。だって俺はまだ20代だ。おじさん呼ばわりするんじゃねえ。とにかく記者さん、僕たちがブレイサーでギルドから派遣されたのは確かです。他の人を紹介してもいいですけど、その場合いつになるか分かりませんよ。これ以上締め切りは伸ばせねえし、
仕方ない、背に腹は変えられねえか。喜べガキども、お前らに任せてやるよ。偉そうなおじさんね。まあまあ、僕はヨシュアと言います。こっちの女の子はエステル、あなたの名前も教えてくれますか。ナイアル・バーンズ、リベール通信切手の敏腕記者だ。短い付き合いとは思うが、よろしくな。ふんだ、そう願いたいわね。で、どこに案内すればいいの？確か危険なところに取材に行くから、腕の立つ案内人が必要ってことよね。翡翠の塔って遺跡だ。名前ぐらい聞いたことあるだろう。なんだ、聞いたことがあるどころか、この前仕事で入ったばかりよ。あ、そりゃ都合がいいな。具体的にはその塔の屋上に俺たちを案内してもらいたいんだ。雑誌に載せる写真を撮りたいんだね。随分と物好きね。俺たちっていうことは他にも同行する人がいるんですね。相棒のカメラマンがいる。オーバルカメラの調子が悪いんで工房に行ってるはずなんだが、たっけ、随分遅いじゃねえか。急いでるんだったら工房まで迎えに行った方がいいんじゃない？どうせこのまま取材に行くんでしょ？それもそうだな。よし、工房で奴を拾ってからそのまま塔に向かうとするか。受けた仕事だ。自分でケリをつけるんだな。なんか揉めてるわね。ひょっとしてあの人が？ああ、まあな。こら、ドロシー、いつまで待たせやがるんだ。今度は何をやらかした？無駄遣いしてカメラの修理代が足りなくなったんじゃねえだろうな。びっくりです。どうしてわかるんですか？先輩、ひょっとして超能力者？同じことを繰り返されればアホでもわかるに決まってるだろう。お客さん、この人の関係者？それじゃ悪いけど修理代立て替えてくれますかね。仕方ねえ、経費で落とさせてもらうぜ。いくらだ？カメラと飾り時計の修理でしめて2000ミラですね。ちょっと待て、カメラともかくその飾り時計ってなんだ？あの、修理してもらっている間店内を見学させてもらったんですよ。で、綺麗な置き時計があったんで手に取って見てたら壊しちゃって。でもでもよかった、それも経費で落とせるなんて。そんなもん経費に入れられるか。ちくしゅん、自腹切って立て替えるしかないか。あらよ、2000ミラだ。はい、これは領収書。なんかすごい組み合わせのコンビね。確かに。でも立て替えてあげるあたり割と面倒見がいい人みたいだね。ああ、待たせたな。ちょいとトラブっちまった。あれ先輩、
この子たちは？護衛兼案内役のブレイサーだ。予約していたカシウス・ブライトの代理だとよ。あ、こんな若い子たちが？私はエステル、よろしくね。僕はヨシュアと言います。エステルちゃんにヨシュア君か。若いけど頼もしい感じね。私ドロシー・ハイアット、リベール通信に入ったばかりの新人カメラマンなの。もっかナイアル先輩の元で鍛えてもらっている最中です。なんで俺様がこんなトンチキ娘の面倒を見なくちゃなんねんだ。まったく、あのヒゲ編集長め。まあまあ、そのうちいいことありますよ。お前が言うな、お前が。ああ、まあいい、メンツも揃ったことだし、とっとと取材に向かうとするか。目的地は翡翠の塔ですね。それじゃレッツゴー。おー。翡翠の塔に行くなら町の北口から出ないとダメだよ。あった、そうだったわね。発着場の横にある小さな出口から行くんだっけ。私の番ね。僕の番だね。これって何階建てなのかな。この前は2階までしか行かなかったから、でも規模から言って5、6階くらいじゃないかしら。5階建てのはずだよ。うちにある資料に書いてあった。かなり前に調査されたけど、その後放置されたみたいだ。そういえば他の地方にも似たような塔があるみたいだけど。うん、その通りだ。ボス、ルーアン、サイスにも同じ様式の塔が立っているらしい。なんでもリベール王国が建国された時代のものらしいぜ。へー、そうだったの。歴史のロマンを感じちゃうわね。それを伝えるのが今回の仕事だ。ドロシー、ローアングルで何枚か撮れ。はーい。さあ、行くわよ。気迫、カメラを持つと性格が変わる。さすがプロだね。はあ、
束すぎるんだよ。カッコつけてないでいつものスタイルで取り上がれ。やっぱり慣れないことをするもんじゃありませんね。それじゃ、おー、いい顔してますね。セクシーですね。とってもキュートです。いきますよ。はい、チーズ。なんで人物を撮るわけじゃないのに。でも違和感はないよね。景色の表情が見えるんだとさ。あんなアホなやり方で息を飲むような写真を撮りやがる。ま、一種の天才だわな。はあ、人は見かけによらないわね。はい、お待たせしました。よし、中に入るとするか。目指すは塔の屋上だ。頼んだぞ、新米ブレイサーども。任せなさいって。どんな魔獣が現れたってあんたたちには爪一本触れさせないから。僕たちの後ろから離れないようにしてくださいね。僕の番だね。はっ、任せて。はの番だね。おお、いい顔してますね。いくよ。戦闘終了。先に進む。そこ。僕の番だね。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。私の番ね。
の番だね。戦闘終了。戦闘終了。さ、まだいける。圧駆動。やっ。行くよ。遅い。
調子で。僕の番だね。任せて。はあ。やっ。僕の番だね。アーツ駆動。僕の番だね。行くよ。ダンスオフ。行くよ。アーツ駆動。私の番ね。戦闘終了。先に進もう。
行くよ。はっ。行くよ。はっ。あたしの番ね。僕の番だね。僕の番だね。僕の番だね。捕らえた。任せて。行くよ。遅い。
調子でいくわよ。やっと屋上に到着したわね。わあ、いい景色ですね。ああ、こりゃ驚いた。予想以上にいい絵が撮れそうだな。そしてあっちが例のブツか。あれって何なのかな。なんかオーブメント仕掛けのでっかいお釜って感じですね。資料によるとどうやら古代の装置らしいぜ。使用目的は分かっていないらしいがな。ふん。ねえヨシア、こんなものがあるって知ってた？ヨシア？隠れても無駄です。出てきた方が身のためですよ。出て行きます。今すぐ出て行きますから。な、何この人。なんと先客がいたのかよ。おお、びっくり。ヨシワ君よく気づいたね。あなたは。すみません、ごめんなさい。手持ちのミラは全部あげますから、どうか命だけは助けてください。ちょっとおじさん、盗賊か何かと勘違いしないでよ。この紋章を見ればわかるでしょ。おお、それは遊撃士協会の。ひょっとして君たちはブレイサーですか。その通りよ。私はエステル、こっちの男の子はヨシア。で、俺たちはリベール通信の記者だ。この塔の取材をするためにこいつらに護衛してもらっている。はあ、もう脅かさないでくださいよ。こんな場所に入り込んでくるから怪しい人たちと思ったじゃないですか。そういうあなたも十分怪しいと思いますけど、一体何者なんですか。あ、これは申し遅れました。私、考古学者のアルバと言います。古代文明の研究のためにこの塔を調べに来たんですよ。たった一人で。よくここまで無事でしたね。いや、遺跡調査は慣れていますからね。魔獣から逃げ回る足腰には自信があるんです。さすがに今回は死にそうな目に遭いましたけど。むちゃくちゃな学者さんね。しかし考古学者ってことはこの塔の由来には詳しいのかい。まあ人並み以上には。調査を始めたばかりなので分かっていないことも多いのですが。それでもいい。何か面白そうな話じゃないか。記事のネタにさせてもらうぜ。そうですね。皆さんはセプトテリオンという言葉を聞いたことがありますか。それって教区長さんから教わったことがあるような。古代人がエイドスから授かったという力を秘めた七の至宝のことですね。その通りです。彼らはこの至宝の力を借りて海と大地と天空を支配したそうです。さらに生命や時間の神秘すら解き明かしたと伝えられるのですが、およそ1200年前、謎の災厄によって古代文明が滅びた時、セプトテリオンも失われました。七王教会の聖典にも記されている伝説だな。で、それがこの塔とどう関係するんだ。七四方の一つがこのリベールに眠っているという伝承があるんです。その名もオーリオール。オーリオール、
なんだか不思議な響きの言葉ね。その伝承が本当ならば、リベール最古の遺跡であるこの塔に何か手がかりがあると睨みましてね、それで調査に来たわけなんですよ。はあ、夢のあるお話ですね。そうでしょう、古代のロマンを感じますよね。いや、分かってくれる人がいて嬉しいな。それで手がかりは見つかったんですか？今のところはそこの装置の謎が解明されれば何か分かるとは思うんですがね。面白い話だとは思うが、現状では憶測止まりってことか。話してもらって悪いが、記事にするにはいまいち弱いな。そうですか、学士。意外、案外真面目に記事書いてるのね。不確実なニュースソースを記事にするわけにはいかねえからな。ゴシップ載せてもヨタは載せねえのがリベール通信のポリシーなんだ。まあ、い予定通りに行くとするか。ドロシー、ロレント全景を収めたショットをすまい。それ以外はお前の感性に任せた。あちこち動き回って思う存分いい絵を撮りまくれ。わかりました。負傷ドロシーハイアット、思いっきり撮りまくります。学者先生、せっかくだから俺たちと一緒に町まで帰らないか。この二人、見てくれはガキだが護衛としてはそこそこ役に立つぜ。引っかかる言い方ね。ご一緒させていただけるなら私としては願ったりかなったりです。決まりだな。それじゃあ撮影が終わるまでしばらく休憩することにしよう。わあ、いい眺めね。この高さからだとロレント地方全体が見渡せるわ。こんなに景色がいいんだから観光名所にしたら儲かるかも。うん、そうかもね。あ、どうしたの？なんか元気なくない？君はごまかせないな。屋上に出てからちょっと気分が悪くなってね。大丈夫なの？うん、少し風に当たったらすぐに良くなると思うから。せっかくの機会だから君はいろいろと見学してきなよ。でもこうした機会に見聞を広めるのもブレイサーとしての心構えだよ。何か面白いことがあったら後で僕にも聞かせてほしいな。もう口がうまいんだから。わかった、少しうろついてくる。ただし辛くなったらちゃんと呼んでね。了解。よしよ、具合はどう？うん、まだちょっとね。もう少し休んでるから、エステルは見学を続けてていいよ。うん、わかった。よしよ。うん、もうす、うん、単独行動はやめておこっと。あ、うまいな。ロレントなんて田舎の取材、最初は気乗りがしなかったが、たまには悪くないかもしれん。失礼しちゃうわね。だったら来なきゃいいのに。編集長の命令なんだよ。トンチキ娘の教育も兼ねてな。そうじゃなかったら今頃スクープを求めて王国全土を駆け回ってる最中だぜ。ふん、スクープって言ってもどうせゴシップ記事じゃないの。ゴシップも嫌いじゃないが、報道記事の方が圧倒的に多いぜ。そういう意味で今一番興味があるのはボースだな。ボース地方？何か事件でもあったの？でかい強盗事件が相次いでる。犯人の正体は分かっていないが、どうやら足を持った連中らしい。足？飛行船のことね。ひょっとして空賊ってやつ？その可能性が高いな。だがエレボニア帝国による偽装工作という線もありえる。え、そんな。
国だって結ばれたのに。確かに10年前の戦争じゃ帝国も痛い目にあったからな。大陸諸国の目もあるし、滅多なことはできんだろうが、嫌がらせの可能性はあり得る。未だ真相は闇の中さ。そしてそれを明らかにするのが俺たち分野のお仕事ってわけだ。他にも王国軍方面で新しい動きがいろいろとあるしな。まったく、いくつ体があっても足りないくらいだぜ。新しい動きって？若手の将校に切れ者がいてな、人材不足で旧態依然の王国軍にいろいろと新風を吹き込んでいるだし、なんとかアポを取りたいんだが。それにしてもタバコがうまいぜ。最近オートじゃ禁煙ブームで肩身の狭い思いをしてるんだが、やっぱりこれだけはやめられねえな。最近やっぱり。あ、エステルちゃん、ここってすごくいい場所だね。観光クォーツの数が足りるか心配になってきちゃったよ。確かにいい景色だもんね。ところで観光クォーツって何？セプチウムを加工した極薄のクォーツでね、これに光を焼き付けることで写真が撮れるっていう仕組みなの。さすがカメラマン、商売道具のことは詳しいのね。えへん。あれ、そういえばヨシワ君はどうしたの？うん、少し風に当たってるんだって。風の中に佇む黒髪の少年か。わっ、すっごくいい絵が撮れそう。頼んだら撮らせてくれるかな。ヨシュアってそういうの苦手みたいだし、多分断られると思うけど。ちょっと残念。でもヨシュア君って恥ずかしがり屋さんなんだね。そうだ、ヨシュア君がダメならエステルちゃんはどう？お姉さんに撮らせてくれないかな。私なんか撮ってどうするの？可愛いし、なんか強いオーラをビリビリ放ってる感じなのよね。もしかしたら表紙を飾っちゃうかも。遠慮しとく。どう考えても柄じゃないもん。ち、振られちゃったか。さーて、何を撮ろうかな。おや、エステル君と言いましたか？お連れの方はどうしたんですか？少し風に当たりたいんだって。そうですか、ここはいい風が吹いていますからね。しかし君といい彼といい、その若さでブレイサーとはすごいですね。確か遊撃士資格が取れるのは16歳以上だったと思いますが。へえ、よく知ってるわね。うん、私たちもちょうど16歳よ。いいですね、若いということは。それだけで無限の可能性につながる。私もあと10歳若ければ大陸全土に眠る古代遺跡の謎をこの手で解き明かしてやるんですが。大陸全土とは大きく出たわね。ということは教授ってリベールの人じゃないんだ。ええ、北方の生まれです。エレボニア出身ではありませんよ。心配しなくても大丈夫よ。戦争は絶対に嫌だけど、帝国の人が憎いわけじゃないしね。誰か大切な方を？うん、お母さんをね。申し訳ない、立ち入ったことを聞きましたね。ううん、気にしないで。10年も前のことだもん。あれから新しい家族も増えたしね。なるほど、それが先ほどの少年ですか。弟みたいなもんね。ヨシュアにしてみればお兄さんのつもりかもしれないけど。
いやだ、なんでこんなことまで喋っちゃってるんだろう。他の人に聞かせる話でもないのに。いいじゃないですか。仲良きことは美しきかなですよ。ところで教授、この塔のこと何かわかりそう？いえ、今のところさっぱり。どうやら他の塔と合わせて比較調査する必要がありそうです。他の塔っていうとロレント以外にある3つの塔ね。ええ、その通りです。ボース地方の琥珀の塔、ルーアン地方の紺碧の塔、サイス地方のグレンの塔、どの塔もこの翡翠の塔と同じ時代に建てられたそうですよ。さすが詳しいわね。でも調査するのはいいけど、あまり危険なことはしないでね。少し費用はかかると思うけど、ブレイサーを雇った方がいいわよ。民房学者なもので。どうやらこの装置は完全に機能を停止しているようです。何らかのきっかけがあれば動き出すかもしれないのですが、どうやらこ何らかの。よしよ。いや、もう普通通りに動けると思う。よかった。一体何が原因だったのかな。塔の中で酸欠になったにしては私たちは大丈夫だったし、突発性の高所恐怖症だったりして。それはないと思うけど。エステルちゃん、ヨシア君。あれ、撮影終わったの？任せて。いっぱい撮りまくっちゃった。これで取材は終わりだ。そろそろ町に引き上げるとしよう。新米だもん、帰りもよろしく頼むぜ。よろしくお願いします。いやー、助かりました。こんなに安全に遺跡から帰れたのは初めてです。エステル君、ヨシア君、本当になんとお礼を言ってよいやら。いえ、当然の義務ですから。できれば次の調査では最初からブレイサーを雇ってよね。財布と相談してみます。それでは皆さん、またどこかで会えるといいですね。さてと、俺たちもここで失礼させてもらうぜ。最初はどうかと思ったが、なかなかいい働きをしてくれたな。一応礼を言っておこう。これが実力よ。アホ、勘違いするんじゃねえ。俺が知ってるブレイサーと比べたらお前なんざひよっこもいいところだ。せいぜい精進するんだな。肝に銘じておくわ。ところでお二人はすぐに雑誌社に戻るんですか？いや、今日一日くらいはロレントでゆっくりするさ。原稿も書かなきゃならねえしな。私は工房に行って早速現像してきますね。それじゃまたね、エステルちゃん、ヨシュア君。父さんから引き継いだ代理の仕事もこれで終わりか。思った以上に結構やりごたえがあったわね。うん、そうだね。それと戦いだけがブレイサーの本分じゃないことが少しだけ分かったような気がする。またまたカッコつけちゃって。でも、うん、私も分かるような気がするよ。まだまだ先は長そうだけど、とりあえずギルドに報告に戻ろうか。うん、そうしましょう。あ、そういえば調子はどう？また気分悪くなったりしてない？あ、うん、すっかり良くなったみたいだ。
あら、エステル、ヨシュア。あれ、知らねえ？珍しいですね。いつも飛び回ってるのに。先生から引き継いだ仕事がようやく終わったところでね。ちょうど報告をしてたってわけ。あ、知らねえも終わったんだ。まあ、なんとかね。アイナから聞いたんだけど、あんたたちも頑張ったみたいね。やれやれ、毎日苦労してしごいた甲斐があったもんだわ。感謝してます。それじゃあ私たちも報告しちゃおうかな。いいわよ、話してちょうだい。この調子で次の依頼も頑張るわよ。ランクアップだ。はい、ご苦労様でした。どうかしら、シラザード、なかなか頑張っていると思わない？新人にしてはやるわね。でもここで満足しちゃダメよ。特にエステル、あんたはすぐ調子に乗るたちなんだから。はいはい、ちゃんと分かってますってば。エステルとヨシアもシラザードもご苦労様でした。カシウスさんの抜けた穴がこんなに早くカバーできるなんてね。これでしばらくはのんびりできるんじゃないかしら。それはそれで少し退屈な気もするけど。街道の巡回や魔獣退治みたいな細かい仕事はあるから大丈夫だよ。久しぶりにゆっくりできるわね。よし、今夜は思いっきり飲むぞ。エステル、ヨシュア、あんたたちも付き合いなさいよね。酔っ払った知らねえの相手すんの？あら、エステル、私の誘い断るつもりね？いい度胸してるじゃない。だって知らねえって酒癖めちゃめちゃ悪いんだもん。騒ぐし踊るし脱ごうとするし。確かに目のやり場に困るんだよね。シェラザード、未成年相手に何をしているのよ。何よ、酒の余興じゃない。なんだ、そんなに嫌ならエステルは勘弁してあげるわよ。え、本当？ええ、代わりにあんたの分までヨシュアに付き合ってもらうから。え、あのシラさん。ちょっとどうもヨシュアはしっかりしてそうで奥手だからね。酒にしてもその他にしてもお姉さんがいろいろ仕込んであげようか。いろいろ。ちょっとヨシュア、何鼻の下伸ばしてんのよ。誤解だってば。大変じゃ。あれ、市長さん。エステル君とヨシア君、おお、シュラザード君もいるか。ちょっと助かった。どうしたんですか、そんなに慌てて。一大事なんじゃ。家を強盗している時に私が留守に入ったらしいのじゃ。え、市長さん、まずは落ち着きなさいよ。大きく息を吸って、ゆっくり吐いて。実は私が留守にしている時に家に強盗が入ったらしいのじゃよ。穏やかじゃないわね、それは。教区長と話すことがあって先ほどまで教会におったんじゃが、家に帰ったら誰も出てこないのでおかしいと思って調べてみたら、強盗が押し入った後だったんじゃ。ちょっと、ミレーのおばさんたちは？大丈夫、全員無事だよ。屋根裏に閉じ込められただけじゃ。よかった、人に被害が及ばなかったのは不幸中の幸いだったわね。ここにいても拉致が開かない。市長さん、現場を見せてもらえる？うん、よろしくお願いする。待って、私たちも行く？そうですね、何か役に立てるかもしれません。うん、仕方ないか。アイナ、私たちは事件の調査に入るわ。何か面倒が起こったら全部リッチに押し付けてやって。酒場でのんびりしてるはずだから。ええ、分かったわ。みんな
気をつけてちょうだい。うわぁ、めちゃくちゃだわ。これはまた見事なほどの荒らされっぷりね。女王陛下に送るはずだったセプチウムも盗まれてしまったよ。せっかく君たちが運んでくれたのに申し訳ない。謝ることないですよ。悪いのは犯人たちなんですから。ところで他の部屋の様子はどうですか？他の部屋はほとんど荒らされておらんよ。家内たちが押し込められていた屋根裏部屋が散らかった程度じゃ。エステル、ヨシュア、頼みたいことがあるんだけど。何？私は市長さんから事情聴取をさせてもらうわ。その間あんたたちは屋敷の内部を調べてほしいの。え、それっていわゆる現場検証ってやつ？僕たちに任せていいんですか？せっかく人数がいるんだもの、分担した方が効率的でしょうが。わかった、できる限り頑張ってみるわ。慎重に、そして確実にね。それじゃあ市長さん、応接まで話を聞かせてくれない？はあ、何から話したものか。現場検証か、なんかドキドキしてきちゃった。早速この部屋から調べてみようか。それと屋敷の人たちから犯行当時の証言を聞いてみよう。うん、オッケー。さすがは市長さん、難しそうな本がいっぱいあるわね。価値の高い寄稿本も並んでいるみたいだね。犯人が価値を知らなかったのか、それとも。これは小物入れね。中身は空っぽみたいだけど。箱の蓋についた錠前が焼き切れたようにちぎれてる。もしかしたら動力銃を使ったのかもしれない。届けた女王様への贈り物が。犯人ども絶対に許すまじ。こうして見てみると扉を壊したわけじゃなさそうだ。暗証番号を解析して開けたのか、それとも。解析なんてできるの？不可能じゃないけど、プロの技術者じゃないと難しい。もっと簡単な方法で番号を調べたとしか思えないな。簡単な方法？そうだな、例えば特殊なパウダーをボタン全体にまぶしてやるんだ。そのパウダーは吸着性があって、しかも微細なため目には見えない。ただ青い光に当てると発光する。うんうん。そのパウダーがついている状態で市長が暗証番号を入力するとしよう。するとボタン状のパウダーが指にくっついて取れてしまう。これでどのボタンが押されたのか分かるっていう寸法さ。ちょっと待って、それ順番までは分からなくない？いや、そうでもないんだ。指についたパウダーが増えるとボタンから取れる量は減っていく。つまり発光量の少ない順からボタンを押していけばいいんだ。数字が重複してたら難しいけど、大体の番号は推測できるはずさ。なるほど。ヨシはひょっとして天才？こんなのは基本だよ。とにかくボタンを調べてみよう。やっぱりあのパウダーだ。さっき説明した方法で開けたのは間違いないと思う。そっか、問題は誰がそのパウダーをボタンにまぶしたかってことね。少なくともこの屋敷を訪ねたことのある人だろうけど。そうだね、それが問題だ。壺が倒れてる。中には何も入ってないわ。何かの弾みで倒れただけみたいだね。あれ、手すりに傷がある。本当だ、しかもまだ新しいね。金属製の何かを引っ掛けたような跡みたいだ。
ミレーヌおばさん、大丈夫？ええ、心配はいりませんよ。乱暴されたわけじゃありませんからね。あの、侵入者たちについて何か気づいたことはありますか？覆面をしていたから特徴とかはわからないけど、そういえば確か玄関には鍵がかかっていたはずなのよ。うちの人が教会に出かけて女2人だったから、用心のためにね。あの人たち一体どこから入ってきたのかしらね。あの人たち保存用の食料をいくつか持ち去ったみたいなのよ。お腹が空いていたのかしらね。あの人たち、もうびっくりですよ。屋根裏の掃除をしてたらいきなり覆面の男たちが入ってくるんですもん。覆面の男たちってことは単独犯じゃないんだ。何人ぐらいの集団でしたか？そうですね、 3,4 人だと思いましたけど。あ、そういえば一人は背が低かったんですよ。女性だったかもしれませんね。あの書斎を片付けるかと思うと頭がクラクラしてきちゃいます。犯人たちを絶対に捕まえて痛い目に遭わせてくださいね。あの書斎、あれ、これってこんなところに葉っぱなんてちょっとおかしいかも。しかもこの辺りの木に生えているものじゃないわ。鋭いね、エステル。ここは屋敷の人たちが閉じ込められていた場所だ。閉じ込めるとき犯人たちが落としたものかもしれない。重要な証拠物件ってやつね。帰ってきた時にはもうこのありさまだったからの。犯人たちの姿も全く見ておらんのじゃよ。帰ってきた犯人。あら、もう調査が終わったの？ちょっと早すぎるわね。もう少し丁寧に調べなさい。きっと見落としてることがあるはずよ。確か犯行当時は鍵がかかってたって言ってたよね。鍵も壊れてなさそうだし。ということは他の場所から侵入したんだろうね。市長さんから一通り事情を教えてもらったわ。あんたたちは何か収穫あった？それじゃあ一つ一つ確かめていくわよ。まず犯人たちが狙ったのは？犯人たちの規模は？どこから侵入したの？ズバリ今回の犯行に関係すると思われる人物像は？よく調べたじゃない。これで犯人は特定できそうだわ。市長さん、ここ 2,3 日の間で初対面の人物を書斎に通した？そうじゃな、何人かいることはいるが、雑誌社の記者諸君もそうじゃ。なんだ、あの人たちも市長さんを訪ねていたんだ。犯行当時彼らは僕たちと翡翠の塔に行っていました。容疑者からは除外できると思います。なるほどね。市長さん、それ以外には？それ以外というとジョゼット君しかおらんが。でもまさかの。さすがにあの子が犯人ってのは無理があるよね。なんといっても王立学園の生徒だし。犯罪者が分かりやすい格好をしているとは限らないわ。制服なんてその気になればレプリカを作ることもできるしね。でも本当にいい子なんだってば。人当たりが良くてお嬢様っぽくてね。よしよ。あいにくだけど僕の意見は逆だよ。あの時市長さんがセプチウムを金庫に入れた時、あの子まるで狩人のような獲物を見る目をしていたんだ。
もちろん確証はなかったから問いただせなかったんだけど、少なくとも僕の目にはただの女学生には見えなかった。そんな信じられんの。どちらにせよその女の子には話を聞いてみる必要がありそうね。その子どこにいるか知ってる？確かホテルに泊まっているはずだけど、でも今日あたりにロレントを立つって言ってたわ。うん、急ぐ必要がありそうね。エステル、ヨシュア、まずホテルを当たってみるわよ。うん、わかりました。私が留守の間にこんなことが起きるとは。調査の方は私から改めてギルドへお願いしておいたよ。すまんが頼むよ、君たちが頼りじゃ。あの人たち、お腹。調査の方はどう？こっちはリッチがなんとか仕事はこなしてくれているわ。あなたたちは事件の調査に集中してちょうだい。